それではホームの町田のメンバーからご紹介いたします。ゴールキーパーポープウィリアムです。フォーバック奥山、チャンミンギュ、池田、尾長のフォーバック、平川、稲葉、下田の中盤3枚で、左に沼田が初先発ということになります。そしてエリキ、ミッチェル、デュークの強力2トップです。一方、清水エスパルスのメンバーご紹介いたします。ゴールキーパー権田です。岸本、高橋、鈴木、吉田のフォーバックです。白崎、ホナウド、ダブルボランチ、右に中山、トップ下乾、左カルリニョス、ジュニオ、最前線オセフンが入ります。下崎、真ん中倒れて、こぼれ、少しブロックも使いながら真ん中フリーになりました。池田、白崎が絡んで、高橋、セカンド、オセフンから左へ繋がって、乾、高橋、乾、乾、パスにしてフリーだ。白崎、決定機でした。よく見てましたね、乾選手。そこの共通理解、認識があると一列になってもいいんですよ。悪いことじゃないと思うんですけど、はい、その認識、意識の中で一列にしておいてギャップを作る動きがあるかどうかですね。はい、最後お鈴木よしのり転んだ、こぼれて外して平川だ。町田先生来ましたね、一本のロングパス。いやー、ここからですね、尾長選手からですかね。エリキ選手早かったですけど、この後よく拾いましたね。ここで諦めずに、少し対応が難しくなったところでセカンドボールもよく決め切りましたし、まあ、ここまで正直平川選手ボールを触るシーンが少なかったりとかしてたので気にはなったんですけど、はい、まあ、集中力切らさずにここを狙い続けてゴール、まあ、素晴らしいと思いますね。仕掛けるサポートいません、自分で行く。そうですね、時間作りますね。キープに行きました。お、ああ逆にチャンスか。スペースがあります。乾、高橋、マッチアップ、稲葉、乾が行く、サポート待つ、使って中山が来た、シュートだー。すごい、決め切った。中山決めて清水同点。まあ、ここで時間を作りながらしっかりと相手に向かって仕掛ける、まあ、選択肢いろいろあったと思うんですけど、このタイミングですよ。でまた冷静に逆サイドに落ち着いて流し込みましたね。長い距離走ってきて、この冷静な正確なプレー。白崎、北爪、ホナウド、北爪、岸本からホナウド、中間で浮いた、中に入れる、射抜いて勝ちだ。完璧な崩しでした。完璧でしたね。少しスペースができてきました。ヒル、藤原、荒木からエリキ、さあどうする、デューク、スピットつながった、おお1対1、ミッチェル、デュークだ、ポスト。いや、2人で完結ですか、はい、ここでボール奪って2本ですもんね。本田選手触りましたかね、最後ね、はい、抑えの効いたいいシュート、ちょっと触ってますかね。浮いている、こぼれてくる、おお、外、お、抜けて、荒木、ポスト。まずここですね、荒木選手いいとこ、トラップから、もうここしかなかったですけどね、コースはね、はい、鈴木と藤尾、高橋は前線へ、平川、お、抜ける、平川、中、荒木、さあどうする、おー、1つでしょ、藤尾だー、ポスト、いや、3回目、ポスト3回目。いや、このクロスも非常に正確でしたよ。いや、勇気を持ってね、
高橋大吾、セカンド神谷、吉田です、繋いだ、稲葉インターセプト、稲葉ナイスプレー、下田ターンした藤尾、左足こぼれてシュート、チャンピングチャンピングだ、強い町田、これぞ首位の町田ゼルビア、すごい。ちょっと冷静になって見ていますが、ここで一旦して藤尾、いやこれ振り切りましたね、よくパスの選択もあったと思うんですけど、もうフォワードの選手ですよね、チャンピング、すごい、いやこの体ひねって立ち足抜いて終わりました、試合が終わっています、いや劇的すごい、勝ちました FC 町田ゼルビア、清水も下して劇的勝利、決勝ゴールは仙